カルベンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ軍に属す市である。オーカルベン地区、クラインイコールカルベン地区、グロースイコールカルベン地区をニッタカーが流れている。カルベンは、ベッテラウの南端、海抜110メートルに位置する。カルベン市は、北は、ロスバッハフォアレアヘー、ベルシュタット及びニッタタール、東は、ニッテラウ、南東はシェーネック及びニーダードルフェルデン。 南は、バート・フィルベル、南西は、フランクフルト・アム・マイン、西は、バート・ホムブルク・フォア、デア・ヘイエ及び、フリードリヒスドルフと境を接する。カルベンは、ブルク・グレー、グロースイコールカルベン、クラインイコールカルベン、クロッペンハイム、オーカルベン、ペッター・バイル、レンデルの各区で構成されている。7つの区はそれぞれ区長を代表とする地区、審議会を有している。 人口が最小の宿はブルクグレー。面積が最小の宿はクロッペンハイムである。人口最大の宿はクラインイコールカルベン。面積が最大の宿はグロースイコールカルベンである。カルベンはヘッセン州の地域再編に基づいて成立した都市に典型的な構造を有している。かつては独立していた町村が合併して成立したため、都会的な中心部は 今日に至るまで形成されていないのである。住民たちは長い間、それぞれの地区や、バートフィルベルやハーナウといった近隣の町で仕事に、ついていた。ルイーゼンタール通りとバーンホーフ通りとの交差点が、ロータリー交差点に改造され、2013年に、レイマーケットがオープンした後、次第に中心街が形成されつつある。現在も空き地が残る市の西部や北部に、 新たな中心街を開発すべきかどうかという議論がなされている。クロッペンハイム城レオンハルディ城、カルベン氏は、ヘッセン州の地域再編に基づき、1970年7月1日に、それまで独立した町村であった、クローセンイコールカルベン、クラインイコールカルベン、クロッペンハイム、オーカルベン、レンデルが合併して成立した。カルベンという地名は9世紀にまで遡り、 827年にロルシュ修道院、ヘルスフェルト修道院、フルダ修道院の財産目録に記述されている。レンデルは774年にラントゥーバルアとして最初の記録が残されているカルベンで最も古い集落である。シュタウフェン朝時代に現在のレンデル区に帝国領が設けられた。この書領はその後ミュンツェンベルク城、海兵秘密裁判所、 フリートベルク城、ヘッセン大公に属した。オーカルベンは、かつてはアカーベンと呼ばれ、ローマ時代のカストラがあった場所に建設された。中世には、町の名の由来となった貴族家がに系統あった。フォンカルベン家とドゥゲルフォンカルベン家である。両家は、帝国城最フリートベルク城の白りで、白白であった。クロッペンハイムには、13世紀以降ドイツ騎士団の騎士。 修道会館区が設けられており、後に、ドイツ騎士団の上官、クロッペンハイム城が建設された。グロースイコールカルベン区のレオハルディ貴族家の屋敷と同様に、地元ではこの建物を現在、シュロスと呼ばれている。ブルクグレー区には、オーバーブルクがある。オーカルベン、ペッターバイル、グロースイコールカルベンの間にあった集落。 ヒュルスホーフェンは15世紀または16世紀に敗村となった。ブルクグレーは1971年12月31日に合併した。1972年8月1日にはさらにペッターバイルが合併した。このように拡大したこの自治体はディーゼンバフ派やノイアンシュパフ派と並んでフランクフルトアムマインの門前に位置する。 田園地方の模範的な発展の重心となっている。カルベンに対しては、人口3万人から5万人が見込まれているが、2015年現在、時点ではまだ達成されていない。2011年3月27日の市議会議員、選挙以降、カルベン市議会は37議席で構成されている。カルベン市長は、ギードラーンである。 彼は2009年9月27日の選挙で市長に選出され2010年4月1日にスピードのローラントシュルツの後継として市長に就任した。これによりラーンはカルベン始発のセディの市長となった。カルベンはフランクフルトラインマイン大都市圏内フランクフルトアムマインの北約1 5トルのタウヌス山地とフォーゲルスベルク山地との間の 新田川沿いに位置している。本市は、連邦道 B3 号線を介して、フランクフルトアムマインとギーセントを結ぶ交通軸に接続している。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、北に A5 号線のフリートベルクインターチェンジ、南に A661 号線のプロインゲスハイム、ジャンクションがある。さらにマインベーザー鉄道が、カルベン市内を通っている。市内には、 クロッペンハイム宿東端のグロースカルベン駅のほかに、オーカルベンにも駅がある。両駅は、近隣の長距離鉄道発着駅である、フランクフルト中央駅や、分岐駅であるフリートベルク駅と S 1 S6 号線で結ばれている。地域の主バスもは、バス路線07号線、73号線、グロースイコールカルベン、74号線、グロースイコールカルベンの3路線がある。 これらは路線バスとして運行されているが、夜にはオンデマンドバスに変更される。2012年12月以降、1時30分から3時30分までの間、カルベンとバート・フィルベルやフランクフルト・アム・マイントを結ぶ夜行バスが運行されている。また、2014年6月からは、 キソンのバート・ホムブルクとケイ・ニヒ・シュタインとを結ぶ路線を延長した高速バス路線があり、60分間隔でカルベンとバート・ホムブルクとを結んでいる。近隣市町村とのバス路線開発がなされているが、フランクフルトとペッターバイルとを結ぶバス路線65号線は乗客不足のために廃止された。1970年代以降、グロースイコール・カルベンのバーンホーフ通りの 交通量増加のため、修道 L3351 号線や、軍道 K246 号線に接続し、交通負荷を軽減させる北バイパス道路の建設が望まれた。ヘッスン州は2010年頃に、この計画を認可したが、優先順位表には掲載されなかった。建設計画を促進するために、 カルベン市当局は1620万ユーロの建設費の事前投資の契約を2012年5月に締結した。3 2トルのバイパス道路は考古学調査の後、2012年5月初頭から始まった。数本の橋梁建設のため約4年の後期が見込まれた。路線の北に隣接する土地の所有者はこのプロジェクトに対し初めは抵抗したが、 カルベン氏の資金で防音壁が設けられた。狭い田舎道であるバーンホーフ通りの交通量は約1万5千台、日であるが、北バイパス道路の開通後は5千台、日以下に減少する計画である。建設工事は3つの工事区間に分かれており、第1期区間は2014年末に完成し、2016年末までには北バイパス道路全線が完成する予定であった。 第一期工事はほぼ半年遅れで完了したが、その後の工事完了時期については、2015年4月現在、未定の状態にある。カルベンバラの斜面カルベンバラの斜面町の墓地の高台にカルベンのバラの斜面がある。広さ約5000平方メートルの老木の木立の土地に、1993年から700本以上の様々な歴史的なバラが植えられた。 自由に立ち入ることができるこのバラの斜面は古典的な意味でのバラ園ではない。バラは自然のままの環境で栽培され自然な生育の形を見せている。栽培されている古い種類のバラの多くは一年の内同時に開花期となる。特に6月にはこのバラの斜面は花と香りの海となる。2001年以降6月にはバラフェストが開催されている。 ジースマイヤーパークジースマイヤーパークカルベンには、フランクフルトの著名な造園家、フランツ・ハイン・リヒ・ジースマイヤーが策定した公園もある。グロース・イコール・カルベンで育ったこの造園芸術家は、生涯に300もの公園や庭園を創作した。フランクフルトのパルメンガルテンも、彼の作品である。彼の作品の特徴は、特に水の遊戯性と集約的な景観軸にある。 彼の名を冠した、このジースマイヤーパークにもその両者が見られる。この公園は一般公開されている。2012年に廃業した地元の庭園家具販売業者、ビルヘルム・トラバントが、かつては展示場として利用していた。2006年10月、フランクフルト大学地質学科、ヘッセン州環境、地質学局、ヘッセン州文化財保護局、カルベン市当局によって、 クラインイコールカルベンシクとレンデルシクとの間に地質学的文化財が指定された。これはヘッセン州文化財保護法19に基づく古生物学上の埋蔵文化財である。このゲオトープでは地層や化石が観察できる。これらは2300万年前にラインマイン地方を覆っていたベッテラー湖から形成されたものである。ゲオトープの西側がむき出しになった斜面は 最後の表記に、わずかな黄土が吹き飛ばされて形成されたものである。このため、表土はごくわずかであり、地中の岩盤に要因に到達する。こうした特徴は研究調査が行いやすいため、研究者に好まれている。ありがとうございます。